ルカの福音書第7章イエスは耳を傾けている民衆にこれらの言葉を皆話し終えられるとカペナウミに入られたところがある百人隊長に重んじられている一人のしもべが病気で死にかけていた百人隊長はイエスのことを聞き身元にユダヤ人の長老たちを送ってしもべを助けに来てくださるようお願いした イエスの元に来たその人たちは熱心にお願いしていった。この人はあなたにそうしていただく資格のある人です。この人は私たちの国民を愛し、私たちのために街道を建ててくれた人です。イエスは彼らと一緒に行かれた。そして百人隊長の家からあまり遠くないところに来られたとき、百人隊長は友人たちを使いに出してイエスに伝えた。主よ。 わざわざおいでくださいませんように、あなたを私の屋根の下においでする資格は私にはありません。ですから、私の方から伺うことさえ失礼と存じました。ただお言葉をいただかせてください。そうすれば、私のしもべは必ず癒されます。と申しますのは、私も権威の下にあるものですが、私の下にも兵士たちがいまして、その一人に池といえば行きますし、別のものに来いと言えば来ます。 また、しもべに、これをせよと言えば、その通りにいたします。これを聞いて、イエスは驚かれ、ついてきていた群衆の方に向いて言われた。あなた方に言いますが、このような立派な信仰は、イスラエルの中にも見たことがありません。使いに来た人たちが家に帰ってみると、しもべは良くなっていた。それから間もなく、イエスはナインという町に行かれた。 弟子たちと大勢の人の群れが一緒に行った。イエスが町の門に近づかれると、山めとなった母親の一人息子が死んで担ぎ出されるところであった。町の人たちが大勢その母親に付き添っていた。主はその母親を見て、かわいそうに思い、泣かなくてもよい、と言われた。そして近寄って缶に手をかけられると、担いでいた人たちが立ち止まったので、青年よ。 あなたに言う、起きなさい、と言われた。するとその死人が起き上がって、物を言い始めたので、イエスは彼を母親に返された。人々は恐れを抱き、大予言者が私たちのうちに現れた、とか、神がその民を帰り見てくださった、などと言って神をあがめた。イエスについてこの話が、ユダヤ全土と、周りの地方一帯に広まった。さて、 ヨハネの弟子たちは、これらのことをすべてヨハネに報告した。するとヨハネは、弟子の中から二人を呼び寄せて、主のもとに送り、おいでになるはずの方はあなたですかそれとも私たちは他の方を待つべきでしょうかと言わせた。二人は身元に来て行った。バブテスマのヨハネから使わされて参りました。おいでになるはずの方はあなたですかそれとも私たちは なお他の方を待つべきでしょうかとヨハネが申しております。ちょうどその頃、イエスは多くの人々を病気と苦しみと悪霊から癒し、また多くの盲人を見えるようにされた。そして答えてこう言われた。あなた方は言って自分たちの見たり聞いたりしたことをヨハネに報告しなさい。目の見えないものが見、足のなえたものが歩き、 スラートに侵された者が清められ耳の聞こえない者が聞き死人が生き返り貧しい者たちに福音が述べ伝えられている誰でも私につまずかない者は幸いですヨハネの使いが帰ってからイエスは群衆にヨハネについて話し出されたあなた方何を見に荒野に出て行ったのですか風に揺れる足ですか出なかったら 何を見に行ったのですか柔らかい着物を着た人ですかきらびやかな着物を着て贅沢に暮らしている人たちなら宮殿に言います。出なかったら何を見に行ったのですか予言者ですかその通り。だが私が言いましょう。予言者よりも優れたものをです。その人こそ、見よ、私は使いをあなたの前に使わし、あなたの道をあなたの前に備えさせようと。 書かれているその人です。あなた方に言いますが、女から生まれた者の,の中で、ヨハネよりも優れた人は一人もいません。しかし、神の国で一番小さい者でも彼より優れています。ヨハネの教えを聞いたすべての民は、主税人たちさえ、ヨハネのバブテスマを受けて、神の正しいことを認めたのです。これに反して、パリサイ人と立法の専門家たちは、 彼からバブテスマを受けないで、神の自分たちに対する見心を拒みました。では、この時代の人々は何に例えたらよいでしょう何に似ているでしょう市場に座って互いに呼びかけながらこう言っている子供たちに似ています。笛を吹いてやっても君たちは踊らなかった。弔いの歌を歌ってやっても泣かなかった。というわけは、 バブテスマのヨハネが来て、パンも食べず、ブドウ酒も飲まずにいると、あれは悪霊に疲れているとあなた方は言うし、人の子が来て、食べもし、飲みもすると、あれ見よ、食いしん坊の大酒飲み、酒税人や罪人の仲間だ、というのです。だが、知恵の正しいことは、そのすべての子供たちが証明します。さて、あるパリサイ人が、 一緒に食事をしたいとイエスを招いたので、そのパリサイ人の家に入って食卓に着かれた。すると、その町に一人の罪深い女がいて、イエスがパリサイ人の家で食卓についておられることを知り、紅う,うの入った石膏の壺を持ってきて、泣きながらイエスの後ろで見足のそばに立ち、涙で見足を濡らし始め、髪の毛で拭い、見足に口づけして紅油を塗った。 イエスを招いたパリサイ人はこれを見て、この方がもし預言者なら自分に触っている女が誰かで、どんな女であるか知っておられるはずだ。この女は罪深いものなのだから、と心ひそかに思っていた。するとイエスは彼に向かって、シモン、あなたに言いたいことがあります、と言われた。シモンは、先生お話しくださいと言った。ある金貸しから二人の者が金を借りていた。 一人は五百でなり、他の一人は五十でなり借りていた。彼らは返すことができなかったので、金貸しは二人とも許してやった。では二人のうちどちらが余計に金貸しを愛するようになるでしょうか。シモンが余計に許してもらった方だと思いますと答えると、イエスはあなたの判断は当たっていますと言われた。そしてその女の方を向いてシモンに言われた。 この女を見ましたか私がこの家に入ってきたとき、あなたは足を洗う水をくれなかったが、この女は涙で私の足を濡らし、髪の毛で拭ってくれました。あなたは口づけしてくれなかったが、この女は私が入ってきたときから、足に口づけしてやめませんでした。あなたは私の頭に油を塗ってくれなかったが、この女は私の足に香油を塗ってくれました。 だから私は、この女の多くの罪は許されていると言います。それは、彼女が余計愛したからです。しかし、少ししか許されないものは、少ししか愛しません。そして女に、あなたの罪は許されています、と言われた。すると一緒に食卓にいた人たちは、心の中でこう言い始めた。罪を許したりするこの人は、一体誰だろう。しかし、 イエスは女に言われた。あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。